吉田さん、改めてね、私分かったことがあります。ポイントサイトをやっていて、私ね、1ポイントとか2ポイントみたいなやつあるんですよ。あれもね、やってるんですよ、で地道にポチポチやっててね、やってるとポイントサイトをこう紹介した人から、質問が来るんですよね。久保さんと、僕はカードが作れないんで他の案件なんかいいのないですかって言うんですよ。いや、むちゃくちゃあるんだけどなと思いながら、あるよと、何もなかったらこのポイントアンケートを答えて1ポイント2ポイントあるじゃん、これやっていこうよみたいなこと話したら、でも1ポイントでしょと、そんな1円2円稼ぎに行ってもしょうがないじゃないですか、やってませんよ、大会も考えてるんですとかで言うんですけども、で1円を稼ぎに行かずに1億円でできるのかなと思うんですよね、やっぱりね。いや、それこそね、私だと思いますよ。1000円単位とか1万円単位のものがパカパカ落ちてればそれやりますよ。でも、まあ、それもやってますけども、もしね、その1万円とか1000円という商品やポイントがないんだとしたら、今目の前にある1ポイントとか2ポイントやっていくしかないと思うんですよね。で、私はやってるんですよ、何の疑問もなく。でも稼ぎたいと思ってポイントサイトに飛び込んだ初心者の人はやらないんですよ。初心者ってのは要するに初心者がするべきことをしないんですよね。上級者がやってることをやりたいんですよね。だから初心者にもなれないんですよ。で、私は、まあ、上級者ではありますけども、初心者がやることは当たり前のように私やりますからね。上級者だからこそ初心者がやることも中級者がやることもやるということなんですよ。だからね、イチロー選手みたいな超アスリート、上級者になったからといって、じゃあ初心者がやるべきね、腕立て伏せとかジョギングとかやらないんですかって言ったら、やりますよね。むしろ初心者の方は声出しと、それから素振りと、ジョギングですか、これやりますよね。やるけども、もうちょっとレベルの高いトレーニングって参加もさせてもらえないじゃないですか。参加もさせてもらえないのに、カードがやりたいとかね、何万ポイントがないとかっていうふうに、もうちょっとレベルの高くないとできないところに、なんか夢を持ってるんですよね。違うんで、目の前の1ポイント、手持ちのカードを使っていかないとって話なんですよ。だから初心者にもなれない。だって初心者がやることをやらないんだもん。っていうことですよね。であとね、もう一つね、私がね、ずっとアフィリエイトサイトをやってきて思うのは、コツコツと小さなポイントでもやると、そのジャンルに対して新しい案件を優先的に流してくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。これはまだ私分かりませんけども、自己アフィリエイトの SP はほとんどそうでしたね。細かい案件、数百円のやつをずっとやっていくと、それやっぱり ASP の担当者がね、あれ、このアカウントの人は他の人のとは違ってカードで終わるんじゃなくて、もういろんなことやってくれるなと。それこそ100円1000円のコツ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 やるなと。もうほとんどの人がバカにしてやらない数ポイントね、1ポイント2ポイントみたいなアンケートもやってくれるなと。あ、だったら私がどこどこの会社に持って行って、仕事をもらってきてアンケートですよって答えたら1ポイント2ポイントですよってのも真面目にやってくれる人、あ、嬉しいなと。自分が取ってきた仕事をこの人はこなしてくれるんだと思ったら、もうちょっとね、特別な案件と、そのこなしてくれる人、今回の例で言ったら私ですけど、私に向いた案件をまたね、追加してくれると思うんですよ。それがシークレット案件とか特別単価の案件だったりとかにつながっていくんですよね。いきなりシークレット案件、特別単価の案件をまだね、1ポイントすらやってくれない人に誰が紹介するんだって話ですよね。で、私はそれも今回ね、確かにそういう道あるかもしれないなと。原理は ASP と一緒ですからね、まあ、ですので、私がかつてやったようにずっとね、例えばある案件、まあ、保険でもいいですよ、ウォーターサーバーでもいいですよ、それをずっとやり込んで広告が紹介されるためにやると、新しい広告が出るためにやると。そうするとね、 ASP の方もこの人は出したやつを必ずやるなと思うわけですよ、私に対して。そう思ったらメールや電話が来るんですよ。久保さんと、今度こういう仕事取ってこようと思うんだけども、久保さん参加してくれますかっていうふうに最初に約束を取り付けてくれるんですよね。ほんで特別単価これ出しますとか言うわけなんですよね。それやるじゃないですか、私も。あ、そんな、2万5000ももらえるんですか、そんなことで。やります、やります、もう私の枠を取っておいてくださいっていうわけですよ。そうするとその人は企業からね、案件をもらった時に、あ、じゃあこれは会社が赤を切ってやるやつだから5件までねみたいな感じで5人を、セレクトするとしたらね、そのうちの5人に入れてくれるわけですよ。で、その担当者は5人が埋まった状態で企業の方に持って行って、もうすでに、それをね、試してくれる人は見つかってますから、だからくださいって言えるわけですよ。過不足なく企業の方も、それからアフィリエーターの方も決まりますよね。だから真ん中にいる担当者の方は仕事がすごくやりやすくなるんで、じゃあまたこの5人の人にお願いしようかなっていうふうに、どん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 こうね、こうなんですかね、常連さんが決まっていくんですよね。でも、そのポイントサイトに登録はしたけどもほとんどやらない人とか、それこそね、
1ポイント10ポイントバカにする人、こういうのに新しい仕事を回せないですよね。やっぱり小さな仕事を丁寧にこなしてくれるから大きな仕事も任したくなるわけであって、最初からでかい仕事くださいとかね、数万ポイントくださいって言ってる人誰が相手するんやみたいなことですよね。だから常にね、相手の立場になって考えていくことだと思うんですよ。それが私が1円をバカにしない理由ですよね。1円だって確実にこの仕事を取ってきた人がいるんだってことに気づいてあげることだと思うんですよ。そして自分の身入りは1円だけども、でもその仲介する ASP の方の、まあ、実績とかね、その向こうにいる広告主さんの実績とかってことを考えると、やっぱりこの1ポイントってのは10ポイントにも1000ポイントにも1万ポイントにも広がっていくなっていうふうに考えるわけですよね。だからね、やる方はバカバカしいと思って、それはもう自分がバカバカしいだけなんですよ。全体で捉えるとどれだけ意義深いことをやってるか、しかもその1ポイントってのはみんな素通りするわけですよ。だからそれに応えてくれる人、どんだけね ASP とか広告主が大事にするかってことなんですよ。まあ、これが考えられていると、あの1ポイントだろうが2ポイントだろうが楽しくできるんですよね。でどんなアンケートが今求められているのかっていうふうな、こちらからリサーチもかけるじゃないですか。でどんな情報を欲しがってるのかなってことが分かるわけですよ、こっちからね。こんなにね美味しい情報源ってないと思いますよね。だから稼げない人はこういった基礎の基礎の基礎の基礎をまたいでいこうとするから、その前の段階で終わってしまうというね、要するに稼げないってことです。当然継続もできないってことです。終わりですってことなんですよね。そこが私が今ねポイントサイトモッピーをやって感じていることなんですよ。まあバカにしてやらない時があると。私はポイントサイトモッピー知った日から毎日やってますからね。おかげさんでだいぶ固まってきたのと、 A8 ネットもねまた最近やろうかなと思って、昨日ちょっと2件ほどやったんですけども、もう1万円なんですよ。でこれ見込みで1万4000なんですけどね、簡単やなと。少なくとも自分がね7年前8年前にむちゃくちゃ一生懸命やってた古巣ですからね、言ってみればなんか本領発揮みたいな感じですよね。なんかコンテンツ販売よりこっちの方が楽しいみたいな感じになってきますよね。一発で10万20万って売り上げを作るような私になっても、やっぱりね1円2円、なんかいろんな意味で大事にしないといけないなと思いますね。ということで今回はタイトル決まってないんですけども、ポイントサイトで1億円にしておきましょうかね。はい、ではこんな感じでございます。 お疲れ様でした。